クリアファイルで作る半透明の三角帽子です。型紙は説明欄からダウンロードしてください。クリアファイルに型紙を挟んだら、周りをホッチキスで何箇所か留めます。切り込みの部分を裏までしっかりとカッターで切り目を入れます。周りの線に沿ってハサミで切り取りましょう。この部分は特に丁寧に切り取ってください。ずれないように切るためには、最後にホッチキスのところを切り取るようにしましょう。これで同じものが2枚できました。くるりと三角帽子の形にしたら、切り目のところに丸い飛び出た部分を差し込みます。もう一枚も同じようにします。これで出来上がりです。光を通すので、ランプシェードの土台としてお使いください。